中村正中村正は、日本の空手家で、世界誠堂カ空手道連盟誠堂塾の会長。段位はは十段。カラフトモーカ群モーカ長。現在のロシア極東連邦艦クサハリー州ホルムスク、出身。駒場東方高校一期生。日本大学理工学部建築学科卒業。極新会館の発展に貢献し。 大山マスタツを支えた皇帝で大戦の後継者とも言われた初代主席師範である。東京の椎名町に移住してから宮城隆のもとで空手道を習い始める。高校一年生の時に大戦道場へ入門。大山マスタツ以下師範代である安田英二、石橋正史、黒崎賢治らの指導を受ける。先輩の岡田博文、大山茂。 渡辺和久、大山康彦、千葉新一、郷田雄三らと稽古を重ね、1962年5月6日に黒帯を隠居された。自らの稽古の他に、道場や米軍のキャンプ座までも指導を始めた。アメリカ人に教えた際に、彼らから不満が出ていた、昇級しても白帯のままで、茶帯になるまで帯の色が変わらなかった、従来の仕組みを、 白帯と茶帯の間に青、黄、緑帯を入れ、昇級時にそれらを渡す仕組みに変更することに着手。それまで文科生が黒帯取得前に道場を辞めてきた問題を昇級の結果を分かりやすくし、モチベーションを高めることで道場に生徒を定着させる意図があった。黒帯の段に金銭を入れることにも着手した。この昇級システムはフルコンタクト空手の 格流派で踏襲されている。1964年に大戦道場の代表として、黒崎、藤平、秋浦と共に、大王国へ遠征。ルンピニー・スタジアムで、無タイ選手と無タイルールで対戦し、ニアアコ勝利した。同年、大戦道場は、国際空手道連盟、極神会館へと刷新され、1965年に、大学卒業後、初代主席師範に任命される。 文科生の増加や定着を良くするために、夜だけであった稽古を朝、昼、夜の三クラスに増やし、夏冬の合宿も式。これらは、極新会館の公式行事となった。10月15日には100人組手を完遂した。1966年からニューヨーク市ブルックリンで指導を始める。文科生には、ウィリアム・オリバー、チャールズ・マーチンらがいる。中村含め、 彼らは劇画から手か鹿一台の重要人物として登場している。中村はアメリカ各地の他にも南米、ヨーロッパ、ニュージーランドへも行き、現地文化生の指導や演舞を行った。演舞の真剣白人鳥りや、氷柱中割は、極神会館主催のオープントーナメント全日本から手動選手権大会及びオープントーナメント全世界空手道選手権大会でも披露した。 これら選手権大会で主審を務め、決勝戦も裁いている。1971年に北米本部を設置し、初代北米委員長に任命される。1974年に大山マ達が来年の第1回オープントーナメント全世界空手道選手権大会では、日本選手が必ず優勝すると宣言したため、第一次アメリカ強化合宿として、合田雄造。 ソエノヨシジ、西田幸男、佐藤勝明、岸信行、佐藤俊和、二宮上皇がニューヨークとバーミングハムににヶ月間の進むに来た。ニューヨークでは中村と大山茂が、バーミングハムでは大山康彦が彼らを指導した。このメンバーの中で岸と二宮は帰国せず、それぞれ中村と茂のもとに泊まり、修行を続けた。 1975年に中村と茂るの下で、第二次強化合宿が行われ、勝明、わ和かの他に新たに、大石大吾、東ずまらが加わり、中村は彼らを鍛えた。同年に開催された全世界選手権では、主審、演舞、ルール説明など運営に尽力した。1976年に、極審会館を離れ、当時の段位は六段。 世界誠道から手道連盟誠道塾を設立。真面目で温厚、そして真の強い人間性から、極真会館時代には、先輩、後輩を問わず、素晴らしい人だと人望を集めていた。中村は渡米する前に、港区白金台にあった半若園という料亭で、他の文下生らと共に、三木武雄や藤日野へ馬に演舞を行った。 ミキと藤井はその時の中村のキビキビした態度と礼儀正しさを高く評価し、ミキは通産省に、藤井は八幡製鉄にと、それぞれ中村を勧誘したほどであった。大山マスタツは、プロレスやボクシングなど格闘技の発達した国である。ため、中村正し、大山茂という文化最強の弟子を派遣していると、 述べているが、牧久夫は中村を、有用迫らぬ風格を備えた男、白石の額、凛々しい目鼻立ち、折目正しい物腰に加えて、誠に、見事な押し出しであった。外国人が思い描く、東洋の武道家のイメージとしては、まさにぴったりではなかろうか思った。接する時の呼吸というか、あたりの爽やかさは、天性のものだろう。大戦館長がニューヨークへ送り込む。 最初の男として、数多い弟子の中から彼を選んだのもその辺のところを見極めたのでは、以下と評している。大戦は中村を将来の後継者にと考えていたようで、中村が極真会館を去った時には、日本と世界の極真関係者への激震は多大なものであった。中村は1988年に出版した人間空手で独立した理由として、 大戦との確執があったことを記している。しかしながら、大戦の死後、史上で、中村は、今思うと、大戦官長の生徒を育てる愛情と熱、親しみやすく素朴な面、頭が良くて努力家、夢をたくさん語ること、など僕が影響を受けたり、見習わなくてはならないことが随分あります。でも、何より僕にとっては、空手イコール政権、政権イコール、大戦官長で、 空手のイメージは、イコール大三館長なんですね。外に出るとわかる部分があり、今は大仙館長には感謝の一年でいっぱいです。僕にとっては、かけがえのない先生でしたと解雇している。中学、高校生の時に、剣道も修行し、二段を隠居されている。二人の兄がいて、共に、極真の文化生であった。時計が通っていた、東方大学医学部にも、中村は、 指導に出向いていたが、教えた生徒に、梅田義明、財団法人、極新小学会理事長がいる。日本大学在籍中、小東官流の理工学部空手道選手権に出場し、個人戦で優勝した。大戦道場とムエタイの対決をプロモートした、野口治は、中村が敵地対の試合で小勝ちしたことに強く印象を残した。数年後、野口は、 新興スポーツ、キックボクシングを立ち上げる。各地で選手集めをしていた野口は、ある若者に才能を見出し、期待を込めて、中村忠の強さにあやかり一文字変え、沢村忠というリングネームをその若者につけた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。